試合開始を前にしたスタジアムには独特の雰囲気が漂い始めました。ワンダメトロポリターノへようこそ。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。開幕を迎えたラ・リーガ、オープニングゲームはアトレティコ・マドリードがヘタフェを相手にします。この新シーズンの幕開けの雰囲気は何度味わってもいいものですね。サポーターも久しぶりのリーグ戦に興奮を抑えられない様子です。ここで勝ち点3を獲得し、シーズンの好スタートを切るのはどちらのチームになるのでしょうか。シーズンの開幕戦ですが、ただのリーグ戦ではありません。ダービーマッチとして大きく注目されています。先発メンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。こちらも 4-4-2 のフォーメーションです。前半開始、アトレティコ・マドリードのキックオフです。これは見事なインターセプト。うまく読んだインターセプト。アトレティコ・マドリード、パスをつなげない。リーチの限界で食い止めた、ダイビングセーブです。アルバロ・モラタ、悔しそうですね。そうですね、ちょっと辛そうですね。チアゴ・アルカンタラですが、レアル・マドリードへの移籍が決まりました。これまで所属していたクラブはバイエルン・ミュンヘンです。ええ、この移籍はチームに大きなインパクトを与えてくれると思います。コケ、コケ、ボールは相手に渡りました。モラタ、キーパー弾く。中を狙うか、キーパーがコーナーキックを弾き出しました。中にクロスが入った。このシュートは外れました。チャンスだったんですがね。ネマニア・マクシモビッチ、アマト・ディエデュー、素晴らしいボールです。ここから狙うのか。オブラクが防いだものの、プレーは続いています。いい位置でカットした。さあ来た、キーパーが飛んだ。
これはファインプレーです。読んでいたのかもしれませんが、それにしてもよく止めました。コーナーからエリア内へ、このコーナーキックはキーパーが弾き返す。アトレチコマドリーのフリーキックになります。キーラン・トリピア、いいカットです。ボールを奪いました。このパスは読んでいました。ボールは相手に渡ります。コケだ。コケのスルーパス、いいパスだ。アトレティコマドリードのゴール。福西さん、ゴールがガラ空きでしたね。はい、これは簡単でしたね。プレゼントしてもらったようなゴールでした。この角度からも見ましょう。監督もリードを奪えたことに満足しているようです。ここからさらに流れをつかめればいいですね。アマト・ディエデュ、モラタの前にスペースがあります。サウル、しっかり見えています。モラタ、ゴール。ボールがネットを揺らしました。おっと、これでアトレティコ・マドリードが2点のリード。ゴールが決まりました。別の角度からご覧ください。さらに点差を広げたことで、監督の表情にも明るさが見えてきましたね。ネマニア・マクシモビッチ、相手ボールになりました。今のところポゼッションをアトレティコ・マドリードが上回っています。ピッチの中盤を抑えることで試合を優位に運べていますね。このままならさらにリードを広げられるんじゃないでしょうか。キープに苦しんだのか、走り込んだ味方にスルーパス。キーパー止めましたが、まだインプレー。うまく読んだインターセプト。アトレティコ・マドリードに流れが来ていることをサポーターも感じ取っているようですね。得点への期待が高まってきています。仕掛けてくるのか。狙える位置です。絶妙なパス。パスドスト、オブラクのセーブ。まだインプレーです。パスをカット、いい読みでした。このロングパスはよくスペースが見えていました。デマル、シュートは入るか。弾きましたが、ここはプレーを切りたい。ここはカウンターアタックを狙うか。このカウンター、今のプレーにはカードが出されるでしょうか。レフェリー、イエローの判定です。妥当な判定かもしれません。中の選手に合わせたいですね。誰を使ってくるんでしょうか。ボールをはっきりクリアしたい。入ったかと思いましたが、シュートはわずかに横にそれました。苦しい状況を打開できそうだっただけに、監督も悔しそうですね。うまく読んでいましたね。長くボールを持ちます。ゴールキーパーの果敢な前進でした。
ボールをしっかりとキープ。カウンターのチャンス、仕留められるか。カウンターアタックに入りましたがボールを奪われました。ここはインターセプト、しっかり予測していました。スルーパスが味方に通る。ボールを前に運びます。ボールを奪う。スコアは2対0。ここでハーフタイムを迎え、この試合はどのような結末を迎えるのでしょうか。さあ後半キックオフです。ボールがこぼれました。これは見事なパスカットです。クリアして危機を出しました。クリアはさらに相手ボールになります。パスドスト。これではキーパーに勝てません。アルバロ・モラタ、スペースに見事なスルーパス、弧を描くようなパスです。キーパー止める。間一髪のところで素晴らしいセーブを見せてくれましたね。チームにとっても頼もしいでしょう。ボールを入れました。カウンターも狙えます。アマト・ディエディウ、レフ、空いているスペースが見えたか。素早く攻めに切り替えゴールを決めました。相手が攻め込んできたのを見計らったカウンターが見事でしたね。素晴らしいプレーでした。キーパーこれは防げませんでした。得点も許しています。再三好セーブを見せていましたがディフェンダーはシュートを打たせすぎですね。こちらのカメラからの映像です。アルバロ・モラタ、コケ、アトレティコ・マドリードがボールを失いました。サウル・ニゲス、モラタ、何をしてくるのか。モラタ、これは入らない。決まると思いましたが運がなかったですね。ボールはゴール前へ。コーナーキックはミスキックになりました。スローインになります。コルティージョ、アラン・ロメオ・ニョミ、ブルーノ、さあどうする。決めれば同点。鮮やかなタックル。アルバロ・モラタ、ボールをアタッキングサードへ持ってきました。またここで止まります。通しません。うまく読んでいましたね。ディフェンスボールを奪います。バス・ドスト、アトレティコでマドリードがボールを取りました。抜いてきたぞ。ブルーノ、見事な視野です。狙える位置です。コケ、パスはまっすぐ相手に渡ります。このスルーパスはキーパーに渡った。アルバロ・モラタ、コケだ。いい組み立てだったんですがボールを奪われましたね。ネマニ、絶妙なパス。オブラクのセーブ、まだインプレーです。
これは？ここはキーパーが抑えます。気合のこもったセーブの後は落ち着いて抑えます。さあ来た、惜しくも。同点ゴールなりません。ただ悪くないシュートでしたよ。次は決まるかもしれません。一刻も早く追いつきたいところですから、これには監督も不機嫌になるでしょう。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ボールをサイドへ振りました。サイドからのチャンスに思えたんですが、ディフェンスが収めます。相手ボールに変わってキャッチできません。ボールがこぼれた。カウンターも狙えます。このなんとキーパーが奪いに来た。ここはナイスタックル。コーナーに逃げました。狙うか。この試合はまだまだ分かりません。アラン・ロメオ・ニョミオ、フォルティージョ、ボールロスト。ここは大きなチャンスです。何としても生かしたい。サポーターも湧いています。ねえ、ここでゴールを決めれば流れを完全にものにできますね。アドバンテージがアトレティコ・デ・マドリードに取られています。何を狙うのか。ニゲス、シュートは枠を捉えていません。主審が選手を指差し、先ほどのプレーに対してイエローカードを出します。アドバンテージを見ていたようです。少し軽率なプレーでしたね。ボールを前に運んでいく。どこから攻めてくるのか。試合が終了いたしました。シーズン初戦も勝利で終えました。初戦での勝ち点3、これは大きいですか福西さん。そうですよね、やっぱり勝つってことは大きいです。この勢いでいきたいですね。